皆様こんばんは。株式会社サンイチチャンネルです。本日は静岡県掛川市にあるね、麺屋杉田さんに来ました。専務のチャンネルでも上がってるんですけどね、替え玉5個食べると色紙にかけるというところがあるので、うん、今から2人で5杯チャレンジしていきたいと思います。まそれじゃあ行ってくるよ。それでは入ってきます。あ、先生ここに注目ね。はい、あ、これね専務のチャンネルね。はいそうでね、中で食券を買っていきます。有名なのがね、杉田ラーメンのこってりが有名ですね。あとはいろんなものがねあります。ライスがあったりとかしますね。それでですね、これ社長ね、はい、私ボタマ完食、はい、私ね、チャンネルと全然関係ないところで食べたんですよ、ボタマこの間。でも動画撮ってなかったんで、今日はこれをこしたいと思います。それではやってみよう。そしてこれね、全部ね、4玉4玉。そうなんですよ。じゃあ今日は5玉いけないんで、頑張りましょう。頑張りましょう。全部なんですか、こってりですか。こってりですね。こってり、はい、こってりなんで、杉田のこってり杉田ラーメンでいいですか。そうですね、はい、こってり杉田ラーメンをじゃあ2つ買ってきます。はい、買いました。すいません、ありがとうございます。麺はどうですか。固めで、普通で大丈夫です。普通と、固めで、味が濃いめ普通ですね。あ、濃いめでお願いします。濃いめで、はい。はい、僕は全部普通で。普通で、はい、わかりました。もうね、替え玉用の小銭用してあります。さあ、高菜のからしのね、やつがね、これあったり。九州豚骨なんでね、生姜があったりしますね。結構あれだね、5玉って多いね。多いね。500円5玉だし。5玉多いね。あと向こうの方にはちょっと映ってないですけど、7玉とか6玉、7玉。あれね、学生が多いよね。ああ、学生はね、無料。いや、そうじゃないと思うけど、学生が多いよね。学生割みたいなのあるの。あるのかな。中学生、高校生が多いね。多いね。7月3日にやってるんですけど、専務は7月13日にやってますね。4月3日に5玉食ってんだけど、これしかもベロボロで5玉食べたからね。そうだね。あ、すごいよね。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんな感じになってますね、ラーメンが。これはこってりラーメンです。めちゃめちゃ美味しそう。いただきます。いただきます。どうですか、先生、いってください。はい、いただきますよ。うん、いいね、こってり。いいっすか。大将、替え玉お願いします。はい、最高、超濃厚。でもね、この替え玉やるコツはあれです、あれだからね、やるコツはね、スープ飲んじゃいけないですね。スープが減っちゃうんで。あれ、美味しスープしなかった。あれね、5玉いくと美味しスープしてくれるんだよね。これ今夜なんで、夜中なんですけどね、12時過ぎなんですけど、今日ね、昼前ぐらい前飲んじゃったんで、もう今でまだね、お酒が残ってます。あ、社長体調不良ね。体調不良。頑張るけど、言い訳言ってもしょうがないんで頑張りますけど。はい、これで買い玉です。買い玉、大将、買い玉もう一個ください。はい、いいペース。今日いける気がするもん。いや、絶対いけない気がするな。だって今1だもんね、うん、これ5回頼まないといけないんで、うん、これ合わせて6杯ってことだよね、簡単に言うとね。やっぱね、水あんま飲みすぎちゃうとね、胃にたまるんで。替え玉1個目、さあ、ここで味変で生姜いきます。大将、替え玉お願いします。で、替え玉2でお願いします。2で、はい、ごめんなさい。何だっけ、固めです。はい、ちょっと待ってます。はい、替え玉2つ目。一緒のタイミング。もう全部頼んでておいちゃい。そうね、ちょっともう一口食べるかね。
大将、替え玉お願いします。もう待てないよ。ゆっくりですよ。2つください。2つ。これさ、ほぼ噛んでないけどさ、噛んだ方がいいのかな。わかんない。俺もう大食い吐いたじゃないもん。ほぼ飲んでるからさ、どうなのかね。噛んだらいけない気がするけどな。水行きたいけど、そうね、お腹に溜まりそう。ありがとうございます。吐いたでしょ。すいません。はい、あ、3杯目。大将、替え玉お願いします。あとね、そろそろスープちょっと欲しいかもしれない。スープをね、ちょっと欲しくなるかもしれない。はい。本当はダメだね。あ、そうだ、本当はダメですよ。あ、本当はダメなの、うん、5杯から5杯からです。あ、そういうことね。それで食べにはいかんすもんね、大将ね。 それズルになるよ。本当に反則だね、それ。そうするとみんながさ、それが当たり前になっちゃうもんね、YouTube で。なんでね、これで食べてやる。最後も汁なしじゃん、もう。うん、そこをこう醤油とか酢でさ、味変するだけ。もうスープなくなっちゃいました。この替え玉ってこれとの勝負だもん、スープがあるまでにみたいなさ。そうだよね、あと2杯きついもんね、これで。ほんと、スープ飲んじゃダメね。そうそう、スープ飲んじゃダメ。遅い時間にね、お客さんが入ってきてて、やっぱ階段も待ちなんでね、ちょっとこの待ってる時間がね、一番ね、そうね、胃にね、溜まってきちゃうね。セム、もうあと1個で記録じゃん。そうそうそう。はい、すきゅうにやわと課題記録。あ、すいません、ありがとうございます。大将、すいません、これ。はい、4回目。はい、すいません、ありがとうございます。替え玉は4つ目ね。4つ目。あー、ほんと、梅雨がなくなってきたな。もう梅雨なし。どう食べよう。醤油入れようかな。これ醤油だね。醤油。醤油。醤油ラーメン。酢をちょっと入れました。梅なしの5杯結構きつくない？きつい。ねえ、もう4杯で限界だよね、これ。記録超えれそうじゃん。余裕だろ、結構今日。いや、そうでもないよ。いけるかわからん。お買い玉お願いします。頼んだけど、きついかもしれんよ。やばい、水飲んじゃった。いやきつい。きついっすか、先輩。きつい。いけるかわからん。すごいな、社長。もう食べただもんな。体調クソ、今日の体調のあれは、100が最高だとしたら、60ぐらい。これ、替え玉って、本当スープとも戦いだよね。スープなくなっちゃう。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい。色紙の5枚目です。5枚目ラストです。もう宣言しちゃうの。先輩、宣言しちゃう。もうこれもいけるかわからんぐらい。もう罪がない、本当に。ちなみに替え玉5個を成功させると、その後に罪を追加してくれるみたいです。醤油、さあ、醤油ラーメンだな、これ。本当の本当の醤油だけラーメン。もう全然合わさらないもん、混ざらない。もう麺も硬いもんね、そのなんていうの、滑らかさがないって感じ。塩コショウラーメン、これきついな。麺だけじゃん、これ。あれみたいね、ペヤングみたいね。ペヤングみたい。これが多い。ちょっとね、久々にね、熊落とし。全然落ちない。ラスト。私もちょっと生姜残っていますけど、食べました。もう無理。
連覇。セも頑張りました。これ本当の限界、もう自分の限界これ。本当？本当。もう無理、本当に無理。もうここまで来てるもん。本当？顔色悪いもん。顔色悪い。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。2人ね、ごたま食べたということでね、色紙をもらいました。私は色紙が書いてあるんでね、今回書くのやめました。今度下に貼ります。下の皆さんすいません。すいません。ここに貼ります。本日は静岡県掛川市の麺屋杉田さんでしたね。本当にすごく美味しくて、うん、おすすめします。私たちもね、おすすめします。もうしょっちゅう僕ら食べに来てますからね。そうなんですよね、動画じゃないところでも結構食べるんで、皆さんもねぜひ来てみてください。朝っていうか遅くまでねやってるので、ね、いいです。12時1時ぐらいまでやってますんで、皆さんもぜひ来てみてください、はい、それではチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それじゃあね、みんなバイバイ。